はい。皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。今日もゆっくりまったり、のんびりと見てってくださいね。挨拶もそっちのけですみません。今は危険物の排除に向かってます。編集で変な色だけど明るくしますね。また、雷かー。身代わり、行けー。アウォーデンいたー。あ、身代わり生まれた。外は雷雨？それともウォーデン出てるから？あ、身代わりー。やられちゃったのかな？雷タイミングバッチリね。あらやだ、逃げなきゃ。え？え？今いたの？え？誰？お気になさらずー。ちょっとー。危ない危ない。え？何してるのかしら？あの子。まさか、ウォーデンの滝登りが見られるとは、思わなかったわ。さーて、次はお宝回収よ。はい。変わり映えしないのでカットしました。今回の撮影は約10時間でした。広くてなんだろうって思ってたらここ、古代都市2つくっついてました。次回にでも全貌をお見せできたらと思います。ではお宝発表です。今回鍛冶型はなかったです。あるのかわからないけど。馬鎧も、うちにいっぱいあるのよねー。エンチャリンゴは嬉しいかもねー。てか、ベイクドポテトも出たんだけど。これよこれエンチャボン。これのための古代都市よねー。スニークは今後建築で大活躍だしねー。壊れたレコード直して、リカバリーコンパスだっけ？作れるわねー。リカバリーコンパスは、シーズン1の時にお世話になったわー。これこれ、探してたレナレインさん。しかもいっぱい。お宝はこんな感じです。はい。今日はこの辺で、次回ぐらいにここの広さをお見せできればいいなー、なんて思ってます。
最後までご視聴ありがとうございました。寒暖差激しいので体調管理に気をつけましょうね。では、次の動画も見てくださいね。バイバイ。